1>, 1、バサスダ・インディア2、ヨーローパ島3、クロリオソ諸島4、ファンデ・ノバ島湖、トロメリン島、ケム、コモロ MG、マダガスカル MU、モーリシャス MZ、モザンビーク RE、レユニオン U とマヨット・トロメリン島は、インド洋、マダガスカル島の東約450キロメートルにある、フランス領の島。何15度53分、統計54度31分に、位置する。 標高の低い、平らな、面積1平方キロメートル足らずの小島である。この島には、港や東病に適した場所がなく、海からのアクセスは困難である。島には、全長1000メートルの滑走路が作られており、飛行機の発着が可能である。地図島の北端に位置する、速攻所は1954年に建設された。衛星写真、トロメリン島は、 珊瑚礁に取り囲まれた全長1700メートル、全幅700メートルの矢部に覆われた砂地の島である。この島は海鳥や海亀の栄像地となっている。この島は1722年フランスの航海士によって初めて記録されている。島の名前は1776年にこの島を訪れたフランスの軍艦ラドーフィネ号のトロメリン艦長の名前に由来する。 トロミリン島は1954年にフランスに占領されたが、モーリシャスはこれに抗議している。1761年この島は海難事故の現場となった。マダガスカルからモーリシャスに奴隷を運搬していた、フランスの船ユッティルゴーンが島の珊瑚礁に座礁した。乗組員らは救命用のイカダでマダガスカルにたどり着いたのだが、約60人の奴隷たちはこの島に取り残された。 15年後にトロメリン艦長らが生存者を救出したのだが、生存していたのは7人の女性と生後8ヶ月の子供であった。1814年、レユニオンの一部として編入されたが、現在はレユニオンの一部ではない。トロメリン島は28万平方キロメートルの排他的経済水域を有している。この島については、モーリシャスも領有権を主張している。 この島にはサイクロンを警戒するための気象観測所が設けられており、レユニオンから気象観測士が派遣される。トラーメリン、メテオフランス、2018年2月26日閲覧。ありがとうございます。